皆さんこんにちは、みずきらの青色 TV、 イエーイ、始まりました。今日はポン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 ごめんなさい、ポン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 、あ、久々に出てしまったネズミ先輩、お久しぶりでございます。みずきらでございます。あ、実はネズミ先輩、大阪で生のあれ見て、あの歌の姿、じゃあそんな話はどうでもいいねん。今日はポンプコーンをこちらでやりたいと思います。ガスバーナーを使ってポップコーンをポッポポッポポッポ言わせたいと思います。ちなみに久々じゃないこれ。なんか今普通にさ、なんかポップコーンの機械があったり、ポップコーンのなんかがあったり、ポップコーンをレンジでできるとか、フライパンやで、久々じゃないこれ。あ、懐かしい、昔はよくやってた。じゃあ早速これを作っていきます。ポッ。はい、ではまずこれ置いて、ここの開け口を剥がします。すると穴が出てきます。まずは匂いから。醤油味の匂いする。うん、これ醤油味を買いました。そしてガスバーナーに火をつけます。うわ、どうしよう、なんか怖い。これ、何人か、ごめんなさい、何も読んでない、どうしようどうしよう、怖い、やばい、いいん、これいいん、え、大丈夫。はい、ごめんなさい、何も読んでませんでした。青の悪い癖が出てしまいました。美味しい作り方は、ガス台を利用して左右にゆっくりすりながら、んでこうやってすりながらやな、でポンポンと弾けてくる。まあだからこうやってやるらしい。しかも青作る前にこれまず外してたからな。はい、始めます。やばいやばい、怖いわ、やばいやばい、みずき青火使ってるで、やばない、青が火使ってるとか、やばない、めっちゃ怖い。こんな感じまずいける。だってらだってだってら、ほい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 、そんなにあれかな、ちょっとちゃんと、ほら湯気が怖いねんな、なんか。うるしゅ、いつポッポ言うかわからんからな。でもな、ほらいい音なってんで、え、来てるよ来てるよ来てるよ、あ、できてるできてる、あ、できてる、なんかもうすごい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 、やばい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 、よしよしよし、うちのポップコーンはね、今作ってるからね、出来たてあなたにお届けするよ。あー、いい香り、何よこの香り、ポップコーン、やばいやばい、ほら、やばい。あ、これさ、小さい頃さ、自分で持ってこいってやることやなくてさ、んで、あれ、そう、お母さんとかにさ、こうやってやってもらってたからさ、あ、実はこれやるの初めてでさ、そう、これ初めてやわ、青これやるの。え、すごない？あ、だっていつもレンジとかやったもん。しかも小さい頃はやっぱ危ないやん、こういうの。え、よくマシュマロを焼くのとかやってたけどさ、これは初やわ。え、すげえパンパンやって、しかもなんか、やばない？え、やばない？すごない？これ、もう大丈夫かな？はい！切りました。すごい！見て、パンパン！パンパン！んで、開けていいんかな？え、でも熱いよな。あー！ちょっと乾かすんかな？できたら、ポンポンいって、余分な蒸し器を、飛ばしたら出来上がり。余分な蒸し器を飛ばさなあかん。早く食べたい。では早速ハサミで開けていきたいと思います。真ん中から失礼いたします。おお、湯気が出てる。いくでいくでいくで、こうやってやってから、おお、あ、すごい、焦げてる。うわー、すごい、なんか
醤油というより焦げの匂いがするね。あ、え、待って、ちょっと待って、なんか焦げの匂いバリするとか思ったらさ、下の方丸焦げ。ちょっとこれ見てほしい。ほら下の方焦げだらけ。ほら、はい、みずきあおは料理が向いてないみたいです。まあでも上の方をいただきます。あれ、硬ない？こんな味やったっけ？あれ？でもやっぱ こういうのある。うん。あ、でもほんのりしょ。なんやろ。ほら、未だに止まらないこの焦げの湯気。正直に言います。焦げた味します。醤油味っていうか、焦げた味がします。これはきっと青のせいです。ごめんなさい。作り方がミスって、うまくポップコーンが作れませんでした。簡単に揺らすだけなのに、焦がしてしまいました。すいませんでした。ぜひ皆さんも、もしかしたら失敗するかもしれへんけど、ぜひやってみてください。でもポップコーンには変わりない。なんか、やっぱ食べるたび切ない。はい、皆さんご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。水木あおは、料理が向いてませんでした。